さあ、卵飯よしおの滑らない話やっていきますか。よしおくんの話の続きでいろいろ選択肢見てきたんだけど、なんかね、分岐する点っていうか話が大きく変わる点が2個だけあったんで、そこをやっていこうかな今回は。ということで、鳥小屋なんか小屋が襲われて鳥が死にまくってましたみたいなところだね。ダウンジャケットなんかに入ってる小さくてふわふわのやつだよ。お前ね、それって鳥のどこの羽かわかる？ここで足にします。お前ね、それギャグ？隣、鳥の足に羽なんか生えてるかよ。胸の毛だよ、胸の。でもなんでそんなものがその目の爪に挟まってんだ？不思議に思ったけど、泣いてる女子にそんなこと聞けないじゃん。そのまんまになっちゃったんだよな。次の日はもう大騒ぎだった。朝礼で校長先生が気にするなって言ってたけど、しないわけないじゃん。その日は誰も授業なんて聞いてなかったもんな。放課後になったらみんなさっさと帰っちゃった。俺も帰ろうとしたんだけど、校庭でその部を見かけたんだよ。近寄っちゃいけないって言われた。例の檻の陰でしゃがみ込んでるんだ。もしかして気分が悪くなっちゃったんじゃないか？俺見に行ったんだ。近づくとその部の声が聞こえた。これで安心よ。もう大丈夫よ。足元にいる何かに話しかけてるみたいだった。だから何がいるのか見てみたんだ。初めに見えたのは地面に散らばってる羽だったよ。それからその羽についている赤い血と、園部の手に握られている果物ナイフ。俺が来たことに気づかないで、園部はじっと下を見てた。まさかのね、足にすることで分岐するんだよね。その足元には、切り裂かれて内臓を引き出された小鳥たちが転がってたんだよ。卵飯くん、見たのね。園部がこっちを向いて立ち上がった。この子たちったら、世話してる私をつつくのよ。きっと何か悪いものが取り付いているんだと思うの。変に静かな声で喋りながらあいつは近づいてくるんだ。だから悪魔払いをしてあげてるの。これを塩で清めればおしまいよ。ニッと笑ってあいつは真っ赤な内臓を持ち上げてみせたんだ。こっち来んなよ。俺思わず叫んじゃった。園部の顔がギュッと怖くなった。何を怖がってるの？これは大事な儀式なのよ。怖がってる場合じゃないでしょ。それとも。あいつのナイフから血がボタボタ落ちた。あなたも悪魔だから悪魔払いを怖がるのかしら。そうなんでしょ？叫びながら園部が飛びかかってきた。振り回したナイフが俺の10センチ前を通り過ぎる。あんたも払ってやるわ。塩で清めてあげる。園部はそう言いながら近づいてくるんだ。冗談じゃないっての。俺だって死にたかはない。夢中で反撃に出たよ。それではっと気がついたら俺は園部の上に馬乗りになってた。はっと気づいて馬乗りはなかなかないよな。馬乗られてるパターンはあるけど、園部は俺をものすごい目で睨んだよ。また私の負けね。悔しいわ。そう言ってナイフを高く上げた。やばい。だけど次の瞬間、園部は自分の喉にナイフを突き立てた。また私の負けってどういうことなんだろうな。てか自害？バシュッと血が吹き出した。その血もすぐそばにいた俺まで跳ね散る前に消えちまったんだ。ん？おかしなこと言うと思ってるだろう。でも本当なんだ。同時に檻の下にいたはずの園部の姿もスーッと消えちゃった。それだけじゃなくて、落ちてた小鳥の死体までなくなってるんだよ。一体何が起きたって言うんだ。あんまり不思議だったからさ、ちょっと調べてみたんだよ。そしたら8年くらい前、うちの学校で事件が起きててさ、悪魔払いごっこをしてた生徒が心臓麻痺で死んだんだって。噂だと潰れたカエルの内臓を嫌がるその子の顔に無理やり押し付けたらしいぜ。悪魔払いって名前のいじめだったんだよ。ああ、はははは。死んだ女の子は、ああ、そういうことか。もともと心臓が悪かったらしいけどさ、そうなんで死んだら悔しくて成仏なんかできないよな。そうのべ。ああ、次の日から学校には来なくなったよ。なんとなく予想したけど、クラスのやつも先生も誰もあいつのこと覚えてなかった。死んだ子のイニシャルって AS って言うんだって。園部茜か。 AS 茜園部。本当のことは分からないけどね。そんなことどうでもいいんだよ。だってさっき俺園部なんて好きじゃないって言ったよね。だけど俺の目の前でナイフを首に刺した時のあいつは、なんていうのかな、すごく綺麗だったんだ。あ、なんだ、そっちに目覚めんのかお前。リョナに目覚めんのか。
俺もう一回あいつに会いたいんだよな。だってほら今度会えたらもっといろんなこと話せるじゃん。なんだ、もう自分の手でもう一度殺したいとか思ってる？もしかしてその目だって俺みたいな理解者のこと殺そうなんてしないって。いやいや、身の危険感じるでしょう。大丈夫大丈夫、この話はこれでおしまいだよ。次の話を聞こうよ。これで終わりなんだな。あとね、もう一個分岐するところがあるんですよ。ちょっとね、先に哲夫さんの話をやってしまったんで、ちょっと、こっか。吉尾くんが家にいろって言われたけど、そんなこと関係ないよな。カバン置いて、早速遊びに行ったんだ。だって、せっかくの自由時間だぜ。遊ばなきゃ損じゃん。これ確かなんか普通に行くと、犬と対峙することになるんだよね。園部が率いる犬と対峙することになるんだけど、ここでバカなこと言わないで。なんだよ、それ。じゃあ自分は絶対規則破ったことないんだな。命かけるな。ここでどっちだったかな。命をかけるだったと思うんだよな。変なやつ。とにかく俺は遊びに行ったんだ。その途中で園部茜を見かけてさ、あの真面目そうな園部が規則破って出歩いてるなんて、胸に何か罪を抱えてスタスタ歩いてた。俺なんとなく後つけちゃったんだ。そしたらあいつ墓場に行くんだよ。ほら、外れの方にあるじゃん。墓参りかと思ったら、そこ通り抜けちゃってさ。山の奥の山に入っていくんだ。あんなとこ、ほとんど道立ってないじゃん。なんとか草が剥げてるとこが道っぽいかなってくらいでさ。なのにためらいもしないで登ってくんだよ。でもなんかお前らが今いるところこんな感じのとこでしょ。5分くらい歩いたかな。5分。広場みたいなとこに出たんだよ。あんなとこを初めて見たな。仲間のアジトにするにはちょうどいい広さだったけど、なんかそんな感じじゃないんだよな。嫌な感じっていうか、落ち着かないっていうかさ。古くてでっかい石ころがいくつか転がってたっけ。その目はしゃがみ込んでいきなり土を掘り始めたんだ。犬かな。机くらいの大きさの穴が開くと包みを中に下ろした。その時包みがほどけて中身が見えたんだ。何何。死んで足の指を固く握りしめた小鳥たち、学校で飼ってたやつだと思うんだ。おう。園部は丁寧に土を埋め戻してた。それから両手を合わせてちょっと拝むみたいな真似してから元来た道を帰ってったんだ。あいつがいなくなってから俺広場に出て行ってみたんだ。転がってる石を近くで見たら文字が彫ってあるみたいだった。何かほら墓石みたいに。俺速攻で帰ったよ。だってなんかやばい感じじゃん。そう思わない？おー、なるほど。まだ選択肢があるのかい。確かに。それで何日か経ってからのことだったな。学校帰りに園部を見かけたんだよ。他の女子と一緒に道端で何かを見てた。それがさ、何だったと思う？車に轢かれた猫だよ。腹がぺちゃんこになってもう死んでるみたいだった。あー、よくないね。やだ、かわいそう。ひどいよね。女子たちは天然にそんなことを言ってた。でも園部だけは思い詰めたような顔で猫の死体を見てたんだ。俺なんとなく予感がしてさ、こないだ見た墓場の奥の山の広場に行ってみたんだ。しばらく待ってたらやっぱり園部が来たぜ。こないだより大きめの罪を持ってた。何もうそういう習性があんの？園部茜さんは。死体を持って帰って埋めるみたいな。動物かな？多分さっきの猫の死体だろう。でもなんであんなとこにこっそり埋めなきゃならないんだ？しばらく観察してたら、園部は死んでる動物を拾っちゃ山の広場に埋めてるみたいだった。俺はいつもあいつの後ろをつけて見てたんだ。だって不思議だったもん。10匹以上は埋めたんじゃないかな。ある時園部はいつもみたいに死体を埋め終わると石の方を見たんだ。まだなの？つぶやいた声が聞こえた。なんか復活させようとしてる？まだ足りないなら。園部がいきなり振り向いた。お、そこにいるんでしょ、卵飯くん。隠れてないで堂々と見たら。びっくりした。まさかあいつが気づいてたなんて。逃げようかと思ったけど、いくらなんでもかっこ悪すぎじゃん。だからかっこいい悪いでお前命を粗末にするなよ。だから広場に出てった。いつも私をつけてきてたね。何、私が何をしていたのか知りたいんでしょ。その目があのでっかい目で俺を見つめた。なんとなく嘘がつきにくくて俺は素直にうなずいたんだ。そう、それじゃあ。細めた目がギラッと光った。教えてあげる。隠し持った果物ナイフを振り上げて、その目が襲いかかってきた。いや、この骸骨は違うでしょ。うわあ。俺は慌てて避けたよ。その横をナイフがシュッとかすってった。何すんだよ、ふざけんなよ。だって足りないんだもの。
まだまだ必要なんだもの。叫びながら園部はナイフを振ります。やばい、こいつ本気だ。危ないのは分かってたけど、俺は背中向けて本気で駆け出そうとした。でもそれより早くバサッと音がした。背中がカーッと熱くなる。切られた。俺はショックでつまずいて石の横に倒れちゃったんだ。ごめんね卵飯くん。悲しそうな顔しながら園部がナイフを高く上げた。その時倒れた俺の顔の横の地面がボコッと盛り上がった。お、復活か。土を押しやるようにして地面の下から枯れ枝みたいな手が出てきたんだ。お前の引き出しすげえな。やっぱ俺は背中の痛みも忘れて飛び起きた。枯れ枝の手に続いてボロボロの着物を着た腕が出てきたぜ。母ちゃんから。それからもう一本の腕、その後に痩せて年取った知らないじいさんの顔がじいさんだったおじいちゃん。その目が叫んで、どういうことだよその目が叫んで地面から出てきたじいさんに駆け寄った。じいさんの胸の上から土をどかしてやって、起きるのに力を貸してやる。おじいちゃんよかった、やっとまた会えたね。せっせと働きながら涙ぐんでたっけ。じいさんが完全に地面の上に出ると、その目は俺を見た。ありがとう卵飯くん、あなたが流した血のおかげでやっとおじいちゃんが戻ってきてくれたわそう言ってにっこり笑った。俺なんて答えていいか分かんなくてさ。園部とじいさんが山の中に消えていくのをぼーっと見送ったよ。それっきり園部はいなくなった。後で聞いた話だと、園部って養女だったんだ。両親が死んでこの近くの親戚の家に引き取られたんだって。寂しくって何年も前に死んでるじいさんを生き返らせようとしたのかな。発想がやべえな。あの山の広場は園部の家の墓場だったそうだぜ。あそこに動物の死体を埋めたのはじいさんに捧げ物をしてるつもりだったのかもな何情報なんだろうな、それは。2チャンネルとかかな。今はどこかで2人で幸せに暮らしてるのかな。でも気になることがあるんだ。あいつがナイフで俺を襲った時は確かに本気だったはずだ。ということは、俺の血でじいさんが生き返らなかったら俺は殺されてたんだろうか。死体が手に入らない時にはあいつはいつもああやって。うん、まさかな。俺の話はこれでおしまいだよ。次は誰が話す？なるほどね。やっぱ吉尾さんなんだよな。一応これ動画にしてみるか。ダメだな、お村ね。そういうタイプが危険に気づかないで一番に死ぬんだぜ。何日か経ってからのことだったな。学校帰りにその日を見かけたんだよ。他の女子と一緒に道端で何かを見てた。一緒かな？それがさ、何だったと思う？あ、変わったな。箱に入った子猫だったんだ。きっと誰かに捨てられたんだろうな。やだ、かわいそう。ひどいよね、こんなにかわいいのに。女子たちは天然にそんなことを言ってた。だけど園部だけは思い詰めたような顔で子猫を見てたんだ。俺なんとなく予感がしてさ、こないだ見た墓場の奥の山の奥に、山の奥の広場に行ってみたんだ。しばらく待ってたらやっぱり園部が来たぜ。子猫の入った箱を抱えてさ、隠れてみてたらまた穴を掘り始めるじゃないか。それから穴の中に箱ごと猫を入れ、子猫を入れようとしているんだ。なんだなんだ、バカ、何してんだよ。俺は思わず叫んじゃった。その日ははっと振り返って俺を見たよ。ついてきたのがバレちゃったけど、もう後には引けないじゃん。子猫殺す気かよ。そう言ったらその日笑ったんだ。邪魔しないで。突然体が動かなくなった。私は1週間に1度ずつ他の者の命を奪わなきゃならないの。それが私が生まれた時の契約なんですって。おお、なんかイカれた話になったな。イカれた話からイカれた話になったな。その日は笑いながら俺の方へ歩いてきた。子猫を死なせたくないのなら、代わりに卵飯くんが殺されてくれる？見開いた目が俺を脅してた。殺されたくなければ協力しろって言われてるような気がしたんだ。こいつ本物のマジだったんだ。だから俺、うんって言っちゃった。しょうがないよな。ヨシオは本当に怖がっているみたいだった。でもまさか私たちを騙そうとしているんじゃないかしら。じゃあヨシオくんは他の者の命を奪う手伝いをしているんですの？マサイおばさんが冷静な声で聞いた。純粋かよ汚れがねえな。おばさんもきっと同じことを考えたんだわ。うん、ラッキーなことにさ、奪う命は何でもよかったわけだから、虫とか魚とかちっこいやつはその分量が必要らしいけど。
淡々と喋るヨシオの表情にいつものふざけた様子は見えない。いやでも虫とか魚とかなんていうの、ただなんか不可抗力とかさ、自分に害を加えるから殺すとかじゃなくてさ、そういうもののために殺すって俺やだけどね、たとえアリとかでも。冬虫が捕まんなかった時は焦ったな、せっかく助けた子猫ももう使っちゃってたしさ。使われたのかよ。しょうがないからハムスターのチビを使ったんだぜ。何ハムスターのチビって、なんだって。よしよ、和子おばさんが慌てたように声を上げた。そういえば前に来た時ハムスターのケージを見たような気がする。え、飼ってたハムスター使ったの？ヨシオは飼ってたペットまで殺したの？私の姿勢に気づいたらしい。ヨシオは手を振ってみせた。大丈夫だよ、もう暖かくなったから。しばらくはまた虫とかを使おうと思ってさ。違うわ。そんな話してねえわ。あっけらかんというヨシオは悪いことをしていると思っていないようだ。ヨシオの方こそ魔女。うん、悪魔なんじゃないかしら。え、魔女の男版って悪魔なの？まあでもそうか、魔男なんてないもんね、魔男。じゃあ次の人の話を聞こうよ。いつもと変わりなく吉尾はにっこりと笑った。え、怖っ、やべえやつやんこいつ。ああ、なるほどね。はい、ということで今回はここまでで終わりたいと思います。ちょっと短いんだけど、ちょっとね、先に鉄を取っちゃって鉄をの方にかぶせるには長くなっちゃうんで、今回ちょっと短いんですけど、ここまでで終わりたいと思います。次回の鉄尾もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。またね。